こんにちは、サムさん行ってみたいと思います。まずはいつもご覧の皆様ありがとうございます。そして温かいコメントをくださる皆様ありがとうございます。サムさん行ってみたいと思います。この動画をご覧の皆様、おそらく目的は2つに分かれるかと思います。1つは情報をコンパクトにまとめてください。はい、わかりました、という感じで作った動画がこちらでございます。一方、2番、じっくりゆっくりやりたい方、再生リストを参考になさっていただけますと、ほぼ全ての英文法が分野別にまとまっております。ですから、配信に関しては、すでに済んでおります。一方、こちらの動画は、週1回のペースで考えております。そして、今ご覧いただいている通り、編集はしております。一方、じっくりゆっくりの動画は、当時は編集技術がございませんでした。一方、こちらはございますので、編集を施してテンポよく、いってみたいと思います。ということで、今から第1文型、そこから始めて第5文型、まとめてみたいと思いますので、最後までご覧ください。では、どうぞ。サムさん、第一文系から行ってみたいと思います。第一文系の有名な例と言われたら、これですね。There is a pen。田辺さん、ちょっと気をつけていただきたいところがございます。皆さん、この文章中の主語はどれですかと思って一番先頭の there。これが主語だと判定しちゃう方もいらっしゃいますが、there の品詞は副詞でございますので、主語にはなれないですね。じゃあ皆さん、主語はどこ行ったんですかって言われたら、もちろん is が動詞ですので、pen のところが主語ですよね。ですから、S と V でできている文型を第一文型と呼んだかと思います。そして、第一文型の例として、there is 構文がよく好まれるのは、この主語の位置にある表現。これが筆者の主張。もしくは、筆者が強調したいところ。筆者が皆さんに興味を持ってもらいたいところ。ですから、主語に置かれている表現。ここがめちゃめちゃ重要なんですね。ですから皆さん、長文読解で there is 構文見たら、花丸でもつけといてくださいね。ということは、言い方を変えると、ここが選択肢の正解になってくる可能性が極めて高いんですね。ということは皆さん、それをリスニングの問題に置き換えると、there is a pen のここが重要ということは、there is a pen のここが正解に絡んでくるということは、there is を含んでる文章中、それが正解になったり、ヒントになる確率は極めて高いんですね。ですから、ナレーターさんが本文読んでるときに、there is と言ったら、という姿勢でしっかり聞いてくださいね。そしてこれは選択肢にも同じことが言えます。もうわかりますね。選択肢の中にthere is 構文があれば、それは正解になってくる可能性が極めて高いんですね。ただし皆さんご存知かと思いますが、there is a pen。こういう風には発音してくれませんよね。もちろん there と is は短縮されて there's。つまり there's と発音されるんですよね。there's pen。there's pen。こんな感じでございます。ですから there is 構文はそういう風に捉えていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん第2文型ですね。例は she is beautiful。もちろん B 動詞の左側に主語があるという前提なんですが、こちらは文頭に主語ないですからね。ですから分けて考えていただけるとよろしいかと思います。サムさんポイントは B 動詞の右側。皆さん試験中はここが空詞になってると思ってくださいね。って時に皆さん B 動詞を見たら、右側は一瞬で形容詞と思っていただきたいんですね。ですから she is beautiful。確かに形容詞ですので、試験中であればこれで全く問題ないと思います。ただし皆さん B 動詞の右側って言われたら、名詞もあるんじゃないですかという風におっしゃる方いらっしゃいます。ただし皆さんお気づきの方いらっしゃるかと思いますが、例えば選択肢の中に、woman。こういうものがあると思いますか？もちろんこれに出くわす可能性は極めて低いですよね。じゃあ皆さん我々が出会ってきたもので一番多いのは、こういう選択肢でございます。そうです。引っ掛けとして、わざと名詞を置いとくんですね。ですから4択問題なんかで、例えば beautiful と woman。これが2つ並んでたら、どっちでもええやん。という風に考える方がいらっしゃるはずです。だから皆さん B 動詞の右側と言われたら、一瞬で形容詞と言えた方が安心です。なぜならこの woman、×だと判断できますよね。で、理由は何ですかと言われたら、そうです。冠詞がついていないんですね。ですから、大学側がやってくるのは、わざと選択肢の中に名詞を放り込んどいて、ただしよく見ると、あーとかざーとかがついていないんですね。ですから、英語が得意な方はそこまで見えるんですが、英語が苦手な方はそこまで見えないので、迷ってしまうんですね。ですから、B 動詞見たら、右側はまず形容詞。それを最優先することをお勧めいたします。そして皆さん右側第3文型いきますね。で、第3文型の基本と言われたら、動詞の前後の名詞を見て、イコールじゃないときに SVO。つまり第3文型と判断できたかと思います。ただし皆さん注意点ですね。I couldn't make me にしますか myself にしますかと言われたら、これ主語と同一人物ですよね。ですから基本はイコールじゃないですよと習ったのに、イコールの場面が出てきちゃうんですよね。ですから結論。主語イコール目的語にしたい場合には、目的語の位置に、うにゃうにゃセルフを置いてくださいね。という原則を使ってみると、正解はマイセルフですよね。ですから、うにゃうにゃセルフを置く場合には、主語と目的語がイコールになる。そこを意識していただけるとよろしいかと思います。さあ、この後第4文型と第5文型に行きますので、ノートにメモを取る方はどうぞ。もしくはスクリーンショットして、後でノートに移す。お任せしますので、頑張ってください。久々の太陽向けでございます。久々こちら例文ご覧くださいね。この形を見て空中に入る動詞。なんだかわかりますか？ここでピンとくる方は実際いらっしゃるかと思います。ただし皆さん、いまいちという方にお勧めしたい動詞は、コンビンスでございます。そしてもっと言うとですね、選択肢の中でコンビンスがあれば、おそらくほぼほぼコンビンス正解ですよね。というぐらいコンビンスは品質なんですね。ですから皆さんもこれから選択肢の中にコンビンスを見つけたら、それ正解じゃね？っていうふうに思っていただいてもいいぐらいです。もちろんその理由は、コンビンスが第4文型だと認識している方があんまりいらっしゃらないんですね。ということはコンビンスの直後、人がいますよね。ですからコンビンスの右側、まず目的語として人間が来る。そして後ろの雑と接との関係は、人と雑と接という内容。もちろんイコールじゃないですよね。ですからそういう場合に SVOO。こういうのを皆さん第4文型と呼んでましたね。ですから皆さん、コンビンスと言われたら、目的語の一つ目は人間。そして目的語の二つ目の内容は雑と接。これで表記するんだよってことは結構重要です。ですから納得させるという意味だということは皆さんご存知の方多いんですが、第4文型だという意識が低い方が多いので、せっかく覚えるんだったら、おわにおつをというふうに言った方が得点につながります。ただし、この形でさえも簡単だと思う方がいらっしゃるので、実際に問題として出題される形は、受動態でございます。これに引っかかる方が続出するので、大学側は好んで出してくるんですね。さあ皆さん、上の文章を受動で直してください。もちろん動かすのは目的語の一つ目。はいに当たる部分を一番先頭、主語。そこに移動させて。もちろん移動させたら、あとは同じ。ここは変える必要性がないですからね。ですから、第4文型の品質の動詞。コンビンスがまず重要だ。ただし、出現する可能性が高いのは受動態。ですので、両者を押さえておきましょうね。さあ、最後は第5文型。The pill made a heart。この選択肢3つの中から正しいものを選ぶとすれば、という問題が出題されるんですね。じゃあ皆さんどうやってここまでたどり着くのか。SVO 詞の特徴いきますね。もちろんそれは動詞の右側。さらに右側の表現。もちろん意味内容上、彼女は寝たんですよね。つまりは主語述語。この関係性になっている時に SVO 詞と判断したはずです。ただ皆さん、第5文型で重要なことは、保護の位置にどんな形が置けるのか。それが実は動詞によって違うんですね。さらにはこのメイクのように、どんな動詞が SVO 詞になるのか。ここの知識が必要です。ですから、ここの知識が曖昧な方。それに関する解説動画がすでに存在しておりますので、そちらのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。さあ、メイクに戻します。保護の形は言えますか？もちろん、この2つですよね。動詞の原型と過去分詞。で、これを知ってると選択肢一発ですね。もちろん正解は sleep、ing や to 不定詞。これはもともと存在してませんので、一発で動詞の原型。ですから選択肢見た瞬間に正解がわかる。それはこれがわかってるからですね。ですから第5文型に対する意識が高い方、あんまりいらっしゃらないので、言い方を変えるとあなたがここを早めに押さえれば、即得点に繋がってきますからね。ということで皆さん、第1文型から第5文型、まとめてみました。もちろんこの後ノートを取る方はどうぞ。一旦スクリーンショットでも構いません。そしてまとめた後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこも頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということでまた1週間頑張りましょう。